岡山市は義務教育を十分に受けられなかった人を対象にした県内初の公立夜間中学の設置に向け検討会を立ち上げ昨夜、初会合が開かれました検討会のメンバーは大学教授や学校関係者など9人です検討会では設置場所を岡山市の岡山交楽館中学校とし 2025年4月の開設を目指していることなどが報告された後メンバーから目指す学校像や入学条件などについて意見を聞きました岡山市には市が運営する夜間教室や民間の自主夜間中学はありますが卒業資格が得られないため公立の夜間中学の設置を求める声が上がっていました 去年、国が全国の都道府県と政令指定都市に公立の夜間中学を設置する方針を示したことを受け、岡山市でも検討が進められていたものです大事なところは学習者といったところをです、ねあの、共有しながら、市民と行政で共有しながら行けるように、その間に入ってやっていきたいというふうに思っています。 来月の検討会で素案を作り今年度中に基本方針をまとめることにしています。